あ、ちょっと見てみて。この辺？うん。ちょっとヒゲの剃り残しとかヒ見えるゲけどのね。剃り残うん。しが素敵なのか見えな。るね、これ。あ、ちょっとそそう。のワイルドさ強調みたいなね。そこが良かったりするわけですあ、よ。ワイルドな感じですうん。あ、かマジで？ね。あり？あり？俺は 自分で写真をね、チェックしてるわけですよ。はいね。はい。そういうのってさ、あるから、一番思うのは、やっぱり、ちょっと太っちゃったなとか思うわけですよ。そうなんですすか？んごい切なくなるのあ、ね。そうなんですあのか？ね、鏡で見るよりね、写真で見るとわかるんだね、やっぱね。私もそうですやっぱね。そうでしょ？うん、がっかりしますね。ね。もう頑張ってまた自転車こごうかなと思ってんだけど、そうなの。下から、でもね、俺その、今言ってた、下から見られるのあんまり好きじゃない。そうなんですか？うん。ちょっと顎のラインが強調される感じがしてさ。その、ちょっと太ったかなみたいな。そうなのよ。でもそれがかっこいいって言ってる人がいるってことは、しかもこの子18歳女子ですよ。あら、ちょっと。じゃあいいってことだね。これからそういうのを積極的に丸つけた方がついいけかた方も。がいいんだね。俺ここいいとか言って。だからやめてくださいみたいなのがいっぱい出てくる。すごい特殊な意見だったとかあ、いうオそうチはか。ないのかな。まあ、人それぞれ好きなものと違いますからあるよね。ね。なんかさ、角度を研究したりする写し真。ないやっぱししない。ない？するの？でも、鈴村さんっていつも可愛い顔して写ってますよね、なんなんでだよ。そんなことないよ。うそ。俺はね、写真撮るじゃん、仕事とかでカシャカシャカシャって。もう、いつも言われるの、カメラさんに。ちゃんと写ってくださいって。なんかやりたくなるのよ。でも、ねえとか、確鼻かに指入れに、てみたり。一緒に、なんか、取材があった時に、やってましたね。そう、我慢できなくなっちゃう。だから、すごい最初の方に撮った真面目な写真ばっかり使われるから、後の方はフィルムがもったいないってよく言われる。でなんもで俺はすその生き生きとしたところをいつか皆さんにお見せしたいなと思ってるんですか。けどね。はい。高校の時の生徒会長面白キャラだったよ、うちの高校。へえ、どんな感じですこういうふうに堅物だったの、すごい。ほうほうほう、一見。でも、メガネもかけてて。すごい面白いよ。なんか学年集会とかで、会長が話してる前に、クラスの悪いのがみんな騒いでるわけよ。静かにしていただけますかって言って。なんかアニメのキャラみたいだな、会長って言って。なんか分かってますね。で、生徒会室、副会長の滝沢っていうのと仲良かったから、タッキーに会いに行こうって言って、生徒会室ふって覗いたら、窓からいきなりバッと俺が出てきて驚かしてやろうと思って、窓からスーって覗いたら、生徒会長だけいたのね。ニュータイプ呼んでた。アニオタだって。そう。通じない相手にやるっていうのかなって。会長に言ったら、アニメ好きなんですか？ん？って聞いたら、あ、って言って。タジタジじゃない。で、スイダ君あんまりその、話しかけないでほしいって言われて、なんで？って言ったら、低めの音のトーンが好きらしくて。あららら。そうそうそう。これはいい弱点を知ったぞって。なるほど、逆に取っちゃったわけね。アンジェリークとか好きって言ってたから、俺その後ネオロマに出たから、会長見に来てんのか？そんなことはないよ。辛いわ。びっくりするわ、本当に。すごいね。意外と身近にいたんですね、でも。いたいた。なんか似てるもん、なんかこういう感じ。メガネは、こんな、こういう赤フレじゃなかったけどね。いたいた、こういう人。いや、リアルなね。ねこういうのやっぱ、なりたいですよね。じゃあ意外とアニメ好きなんだ、きっと。うん。実はアニメ好きなんだ。ニューテープ、うん。ニューテープ読んでる。ニューテープ読んでますね、これね。で、なんかね、マイクも、普通のアフレコのね、スタジオのマイクって、こう、地面にこう、立ってる。マイク。わかる？こういう、こういう、ね。ここにこう丸っこいのがあって、そこの前に立って、こう入れ替わり、立ち替わり。それがこう3、4本立ってて、入れ替わりなのが、私、気づかなかったんだけど、じゃあ、テスト行きますってなって、パッて、その画面を見たら、マイクがね、上の方にあったの。なんていうの？音声さんマイクの、こういうこう、もふもふがないやつみたいなのが、こう、スンってこう、壁からスンって生えてて、はっってなって、あ、知ってるマイクじゃないと思って、でももう、は、テスト始まっちゃうって思って、はぁってなってたら、先輩の声優さんが、名前言ってもいいのかな？でも、ありがとうの気持ちを込めてだったら言っていいよね。杉田智和さんが、こう出番で、スッてマイクに入る前に、私のところに去ってきて、ここのマイクは、こう変わった作りしてるけど、どこに入っても基本的には音を拾ってくれる作りになってるから、こうマイクの前に行かなきゃってしなくても、線が書いてあって、そこにこう椅子が置いてあるんだけど、そこより先に行ったら音がうまく拾えないっていう目印だから、そこの椅子より手前側だったらどこに入ってもいいよっていうのと、ここの現場は、こう録音を全部最初からし続けてるから、
取られてるってことを意識しながらやった方がいいよとか、全部知らないノウハウを聞く前に全部教えてくれて、はぁ、めっちゃ優しいってなって、もう私その日から杉田さん大好きなんです。なんという優しさなんだと。いやー、もう私感動しました。杉田さん、その説は本当にありがとうございました。内田雄馬さんが力也さんと坂口さんにいろいろな意見で問い詰められていました。中でも傑作だったのが、エロ本を発見した時の内田姉のモノマネをする力也さんでした。嘘だろ。ちょっと、ちょっと雄馬、これは何かな。お姉ちゃんにちゃんと説明しなさい。お姉ちゃんとどっちがいいの。言いなさい。絶対言ってねえ、そんなこと。ね、姉さんが一番だよ。知ってた。ひどい。ゆうまくんはうちだけひどい。でもゆうまくんはエロ本持ってなかったって。嘘だよ。いや、ほんとになんか、彼のその高校の時の部屋をケアがなかったんだって。ああ、ああ、ああ。で、その、すごく、ほぼ同じ部屋だったらしくて、姉やお母さんと。うん。だから隠し場所がないんだって。そりゃ困るだ。うん。だから持っていようがなかったって。でもそれ、どうすればいいんですか、それ。死んじゃうよ。どうそうだよ。爆発寸前だぜ。思いますね。うん。それで自堕落なお姉ちゃんでしょ。自堕落。いや、語弊がありました。自堕落でしたっけ。いや、だいぶめちゃくちゃらしくて、ゆうまくんが高校から帰ってくると、お姉ちゃんが先に帰ってたらしくて、なんか制服のまま寝っ転がってるんだって。なんか疲れてたみたいで。で、しょうがないからゆうまくんが担いで、2階のベッドまで連れてくんだって。これの漫画だね。で、ゆうまくんが、持ってくから、姉をすっかり信じきってて、で、パッて起きると、あ、またゆうまが連れてってくれたっていう。なんかそんな関係だったみたいだから、これはエロ本どころじゃないだろう。つうか、エロ本いらねえじゃん。うん、そうだよ。ムカついてきたわ。エロ本いらねえんだよ、それ。エロ本買えなかったじゃん。いらねえんだろ。でも、ゆうまくんだからこそ成り立ってるんだろうなと思って。いや、すげえぞ、あいつ。でもこれ、力也さんが一番気になるんですけどね、俺はどっちか。力也さんの真似ってどんな真似。何事かと思いますよ。なんだっけ、みんなで集まって、はいはい、新年会、中村が急に F91 の DVD を入れて、その後逆襲のシャア入れて、計4時間強ぐらい、男6人ぐらいで。いや、楽しいのかって言ったら楽しいだろうけど。すごい面白かったですよ。細谷義正くんがガンダムを見たことがないって言ってて。あ、そうなの、うん、ああ、もう年齢的にそうなのかしら。いや、僕の一個下ですよ、細谷。じゃあ見てて全然おかしくないんだね。たまたま通ってこなかったんだ。まあ、それをまさか新年会で見せされると思わないよね。で、みんなもう、改めて見るといいなって。で、見たことない人はすげえって言って。そうなんだ。へえ、あ、でもお酒飲むイメージ、そんなないですよ。飲まないですよ。全く？中村も下校、梶田くんもああ見えて下校。ケドイン先生もあんま、一滴も飲めないし、江口くんが一番飲むんですよ。へぇー。細谷がちょっと飲むんで、飲みそうかなと思って、で、家来た瞬間に、今日は、マッコリとお酒持ってきました。飲みましょうって言って、一杯飲んだら、細谷くん横で寝ちゃって。うわぁ、でも、絵に描けるわ。なんかその感じ。なんか、一個下とは思えないぐらい可愛いんですよ。可愛いね。ほんと、あいつなんか、寝息が、スースーっていう寝息なんですよ。何女の子みたいな。マジでチューしちゃうね。なんか、俺の左肩でずっと寝てて。で、どうするって言って俺が指で起こすってやったら、こう、江口くんが、いや、似合う。このまま見ときましょう。で、ここに、肩に、頭乗っけて、91見てたんだ。そう、スースー。で、たまに、ブッピガーンってでかい音が爆発すると、クッと起きて、ああって言い始めたけど、細谷声が通るからこう、ああすごいってなって、池田水産かっこいいって言い始めた。なんだこの可愛いおもちゃってなってる。愉快だね。やべえぞこいつって。すげえ、お酒なしでそんな楽しいならいいな。いや、新年からもうほんと、楽しかったな。先生、課題の発表をお願いします。わかりました。じゃあ、須崎そこの紙取ってくれ。はい。ありがとうな。先生。先生、先生、すまないな。先生だ。行きましょう。はい。いきなりふわっとしたお題。どんな男でも大体喜ぶようなちょっと範囲の広い褒め台詞。全然わかんないな。男の人が喜ぶ、褒め。男の人が言われて喜びそうなのか。え、ちょっとこれ思いついた方から行く？そうですね。とはいえまだ思いついてないんだよね。男の人が喜ぶか。いろいろあるね。いや、私これ本で読んだことがあります。え、すごい。どうした？はい。はい、高橋くん。さすが。知らなかった。
ことある、はい、背が合ってるか分かんないですけど私も分かんない私もそれやろうはい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 、はい、お来た来た、はい、須崎くんさささささ最高かよしあれしししし知ってますね知ってますねす須崎彩は可愛かろう。え、褒め言葉。もうせっかちさん。そう。そう。空が綺麗だね。どうだ。どうしたの。わかんないんだもん。さしすせそって何？自分で自分を褒めてどうするんだ。さしすせそって何？確かに身内褒めぐったね。結構、うん、自分を褒めるのが。これ、ね、なんて書いたかな。正解は何でしょうね。正解なんですか。だいたい杉田さんなりの。男が大体喜ぶ褒め方でしょ、はい、CV 早見ですそんなもんさそんなもんはさなるほど早見さんをゲストに呼ぶしかないだろう、まあ、もう無理じゃん、まあ、沙織でも翔でもね早見翔さんまさかの喜ぶんじゃないかな君のことを信じているよいやもうかっこいいけどありがとうございますって